ヒオウギは、アヤメかアヤメ属の多年層である。従来は、ヒオウギ属に属するとされ、ビーチャネンススの学名を与えられていたが、2005年になって、分子生物学による DNA 解析の結果から、アヤメ属に編入され、現在の学名となった。ヒオウギは、山野の草地や海岸に自生する多年層である。高さ60から120センチメートル程度。葉は長く、 戦場に広がり、宮廷人が持つ批評義に似ていることから命名されたと、される。別名にカラス線。花は8月頃先、直径5から6センチメートル程度。可比片はオレンジ色で赤い斑点があり、放射状に開く。午前中に先夕方にはしぼむついたち花である。種子は4ミリメートル程度で黒く、艶がある。本州、四国、九州に分布する。 黒い種子は俗にの卯玉と呼ばれ、和歌では、黒や、夜にかかる枕言葉としても知られる。カラス玉、ば玉、夜間玉、夜火玉などとも書く。和菓子のば玉は、日ぎの実を模したもので、丸めた餡を牛皮で包んで砂糖をかけたものや、黒砂糖のコシあんに寒天をかけたものなどがある。花が美しいためしばしば栽培され、生花店でも販売される。関西地方中心に、 名古屋から広島にかけて、池花の7月初旬の代表的な花材である。特に、京都の祇園祭りや大阪の天神祭では、床の間屋の木先に飾る花として愛好されている。聖花は、ほとんどが、徳島県上山町産のものである。上山では1955年から氷儀の生産が始まり、1976年に、ウイルス病により全滅の危機に襲われたが、 品質向上技術の開発により、1970年代前半には70件が栽培して最盛期となり、徳島県の特産品にもなった。その後価格低迷や生産者の高齢化などにより2016年には10件のみの生産に減少した。現職日本植物図鑑。ありがとうございます。